稲姫の御朱印巡り。さあ、この度は御朱印巡り第12弾でございまする。随年寺さんにやってまいりました。では早速参りましょう。今回訪れたのは随年寺、岡崎市門前町にある浄土宗寺院でございます。永禄5年1562年、家康公の祖父清康様、そして久姫様の菩提を弔うため創建されました。こちらの本堂、三門は二代将軍秀忠様が寄進されました。こちらの寺院は丘の中腹にあり、災害や戦争の被害が少なく大変いい状態で残っております。さあ、そんな随年寺さんの見どころは、立派な三門の白土塀、そして楼門でございます。渋くてかっこいい。ちなみに随年寺さんは昔学校として使われておったんじゃよ。本堂の中を歩くと、敵が来ても音でわかるようになっております。境内にはこんなお言葉が、はい、では随年寺さんにて御神をいただいてまいりましたので、ちょっと見てみたいと思います。開きます。じゃん。お、達筆、すごいかっこいい感じの御神御朱印のところじゃと、その季節ごとにいろんな梅だったりとか入っておるってところが多かったと思うんだけども、こういう割とシンプルなんだけどもやっぱり力強くて、いや、巡る会がございました。ぜひ皆様もお越しください。最後までの閲覧誠に大義である。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康様。